違うのに。これかな。久々ですね、皆様。いつぶりだ？マリアちゃん、いつぶりだろう？カレンダーとかが全部こっちに入っちゃうからさ、わかんないんだけど。結構前ぶりだよね。あれぶりだ。月末ぶりだ。月末ぶりですね。思い出した。そんなことないか？てかここ最近写真を全然撮ってなくてさ、6月30日ぶり？すぐその月末になりました、写真が。それかあれか、たくさん公演出てたりしてたから配信できなかったのか。15日ぶりですね。麦茶です、こちら。今日のさ、公演もさ、クルタンが久々のポジションで急遽出てたから、ちょっと申し訳なかったんですけど。ここにニキビができてさ、今ニキビパッチをつけてます。剥がれそうでめっちゃ触っちゃう。なんか眉毛出ちゃうんだけど、ここ隠しとこう。くしゃみが出そう。なんかここ最近お休みになったんですよ。いろいろレッスンとかがあったんですけど、休みなーってマネージャーさんに言っていただいて、おかしいか、言ってくれて、なんかお休みしてたんですけど、休みすぎてもうめっちゃ元気だから早く明日になってほしいです。明日配信あるのか。山中湖配信あるんですね。永遠に腕のゴムついてて可愛い。これ楽ですよ、マジで。明日豪雨と聞いてビビってる。マジ？お願い。なんだっけ、今から晴れだよみたいなの真ん中でやってくるわ、豪雨だったらマリアが。今から晴れるよか、晴れだよじゃなかった、惜しい。社服のけん玉本当にできてた。マリアけん玉得意だった気がするんだけどね。初めて富士山行くのに富士山見れないのかな明日。初富士山なのに富士山見れないなんてある？
静岡でしたっけ、あの爽やかのハンバーグ食べたいな。爽やかのハンバーグさん差し入れ待ってます。最悪。爽やかのハンバーグさんじゃないか、爽やかさんのハンバーグか。山中湖は山梨よ。え、そうなの、富士山って静岡だと思ってた。あれ静岡は 山梨の近くじゃないんだっけ。無理、富士山静岡県だと思ってた。山梨側もあるんだ。え、静岡はあるよね。山梨と静岡にまたがって、あ、なるほどね。山梨はほうとう、ほうとう食べたい。雨でさ、みんなでさ、冷えた後ほうとう食べたら絶対美味しいね。富士山の山頂って何県でもないらしい。でも山中湖はゆるキャンの聖地なので、花ちゃんと一ムーと楽しみだねっていう話をしました。浜松って静岡か。え、なんか浜松ってなんか違う県のイメージだった。どこだったかな、どこのイメージだったかな。浜松、これ以上喋ってたらバカがバレちゃうのでやめとこう。もういや、飲むのマジ下手。あーあー、こぼした、こぼした。ママタオル持ってきて。ママ寝てるのに。ねえ、めっちゃこぼれたんだけど。やばい、メイク道具に、メイクポーチに浸透してる。あーあー、ママバス、いや、やばい、スイッチに、スイッチが濡れたまま。あ、もうダメだ。マリア、マジでもう2日に1回ぐらい水こぼ、水っていうか飲み物こぼすんですよね。握力が、いめよ、おい、ありがとう。これで明日の分の雨はもう大丈夫。マリアが全部今濡らしといたから。麦茶がなくなったねえ。これ今さ、出したばっかりのパジャマなのにさ、麦茶でびちょ濡れ。見て、結構広範囲で濡れちゃったまま。ああ、氷は入ってたの。そうだよ、もうさっき入れたばっかりだから麦茶。もうちっちゃいタオルじゃ間に合わないね。マリアが今日部屋の中を濡らしておいたので、明日は多分晴れると思います。マリアマジでこぼすんだよね。注意力がないのか、手の握力がないのか。ああ、マリアのお気に入りのやつがめっちゃ濡れた。乾かすとこ、すぐね、手からね、コップが離れる。もうバスタオルを引いとこう。え、また氷見つけた。染み込ませてくれ、バスタオル。水だったらよかったけど、麦茶だから匂いがすごいぞ。まあ何でもいいや。で、俺口元からめっちゃ水出ちゃうんですよ、飲み物。明日朝早いの。明日はね、そんな早くないんですよ。だからまだあれしてなくて、あの、なんだっけ、パッキングみたいなやつ。
パッキングで合ってる？パッキングで合ってるか。パッキング？まだ終わってなくて、終わってなくてとか やってなくて そう、荷造りはまだやってなくて、明日起きてからするか今日して寝るか迷ってますってぐらいの集合時間なので、でもなんとなく今日は早めにお風呂入っとこうと思って入りました。でも遠いよね富士山って。今日しゃっくりめっちゃ出る。飛行機さ乗ってから、東京着いてからまたさバスとかで移動だからさ。じゃ麦茶持ってきていい？こぼすかな、我慢しようかな。今度かもうさ蓋付きのやつとかにしようかな。明日雷だったら嫌だな。マリア雷苦手、結構結構苦手。水筒にすれば、確かに最近セブンにこのカップに氷がいっぱい入ったのが売ってるんですよ。それをよく買って、そこにもう麦茶いて麦茶入れてキンキンにして飲むのにハマってるの。ティッシュの位置めっちゃいいでしょ。ここベッドに張り付いてるから、ベッドって寝てる時もティッシュ取れるし、座ってる位置からも取りやすい。ちょっと遠いけど。明日久々にメイクするわ。そんなことないか、社服ぶりにメイクする。そんなに紐が均等じゃないことある。マリアもなんかさ出してさ、あれ紐均等じゃないなと思ったんだけどさ、全然均等になってくれないんだよね。ほらこっちだけ上がってっちゃうもん。メイク一人はメイクしてないよ。マリア今日すっぴんですよ。メイクしてるみたいに可愛かった。今メイクしとるやんって。してないよ、全然メイクの顔と違うじゃないかアニメ声で言ってみた。マリアちゃんすっぴんです。かわいい。みんな褒めてくれた。疲れは取れた、もうバッチシです。取れまくりです。もう疲れ取れすぎて逆に疲れてるかもしれない。なんかさ寝すぎてさ疲れる時あるじゃないですか。もうそれになりそうだったもんね、休みすぎて。マリアそんなさすっぴんとメイク変わんないかな。マリアめっちゃ変わるんだよ、変わる気がしてた。疑問で、今日もお昼起き。はい、もうしっかり今日もお昼起きです。マリア本当にお昼まで寝ちゃうタイプなんですよ。12時とか13時とかまで寝ちゃうの。今日は13時に、ね、起きた。花ちゃんが一番変わらないかも。分かる、花ちゃんってほんとずっと変わらん。最近またあつ森にハマって、あつ森っていうかあつ森のなんか追加のオプションみたいのがあったじゃないですか、結構前に。でなんか
なんていうんだっけ、あれホーム調べよ、あつ森のなんかお家の間取りとかを、間取りじゃないの、お家の家具とかを置くやつがあるんですよ。ホームパラダイスか、あつ森のハッピーホームパラダイスみたいな、なんか追加で買ったらできるよみたいなやつを結構前に買ってめっちゃハマってやってたの。それを最近また始めてみたんです。ハッピーホームパラダイスではないかな、忘れちゃった。なんかでもスイッチでできるやつが増えたんですよ。それをまたやり始めて最近、そのなんか部屋のなんて言うんだろう、コーディネートするんですよ。この何々、あのメルヘンの世界っぽく作ってくださいみたいな注文されたらもうそれっぽく作るんだけど、もうそれが楽しすぎてまた最近始めて、120軒目突入しました。デザイン、あのコーディネート、別荘作るみたいな感じで、あつ森の子が別荘作るんだけど、120軒目に突入して、あの今日お祝いされました。それぐらいまた最近やり始めてる。ここ 2,3 日で10個ぐらい作ったのかな。を最近してました。それを寝てご飯食べて、あつ森して、あと、あ、たまごっちも育ててた。たまごっちも育ててぐらいかな。あとたまに漫画読んだりとか。なので今このスイッチが濡れたのでちょっと心配です。うん、着きました、よかった。すごい、なにこれ、チンアナゴがいっぱい。あとはなんかしてたかな。漫画読み始めて先が気になって課金しまくってるなんて言えない、わかる。マリアも課金よくしちゃう。漫画の時だけなんかもうなんだろう、簡単に課金しちゃうから危ないから、最近はもうレンタルとかにしてるんだけど、まあ買ったよね、一昨日ぐらいにも漫画2冊ぐらい買った気がする。ちなみにジャンププラスも追加して、あのジャンプの定期購読も入りましたし、急に花火女が、あ、麦茶こぼしたんだった、忘れてた。ショールームするとさ、いつもお腹空いちゃう。これさ、もうさ連続3回ぐらい言ってるよね多分マリア。ショールームするとさ絶対お腹空いちゃうんだよね。だって今日お昼ご飯じゃ、夜ご飯食べたの5時とかだもん、そりゃお腹空くよ。最近モカちゃんもワンピース読んでるみたいでね、ユニバがワンピースとコラボする前にちょっと読み終わっていただいて、アキちゃんとモカちゃんと行けたらいいな。マーさん、デッカちゃんの本物知ってるん、知ってますよ。育ち盛り、マリア育ち盛りなのかな、ただの大食いだと思う。うちは夕飯までだからお腹空いてる。でもマリア今日2食しか食べてないから、さっきのお昼ご飯にして夜ご飯まだ食べれるんだけどね。わ、お寿司食べたい、お寿司食べたい。
お寿司食べたいめっちゃお寿司食べたくなった今。今このくら寿司がワンピースとコラボしてるよっていうこの文を見てお寿司が食べたくなりました。サーモンまだ大好きだよ。でも最近全然あのお寿司食べてないかも。明日楽しみだな山中湖。ちゃんと皆さん来る方は上着とかを持ってってください。多分濡れたりしたら寒くなっちゃうから替えの服とか持ってった方がいいかもね。骨付き肉みたいなやつもあるし、ゴムゴムの実アイスもある。マジで？でもなんかこう寒いらしくて、そう寒いらしいので皆さん気をつけて、風には気をつけてください。マリア低気圧に負けないように頑張ります。そうしかも夜だから多分、もう雨降ってたらその下の床もドロドロだろうし、夜は肌寒くもなるので本当に風だけは気をつけてね。みんな、そうだね、雨続きだね。フェス宗像も雨降ってましたしね。滑って転んだりしないでくださいね皆さん。標高も高いから気をつけて。標高高いんだ山中湖は。もう富士山の中なの？え、もう山中湖は富士山に登ってる最中にあるの？標高高いの？どういうこと？山中湖があってからのこう富士山じゃないの？富士山がこうなってるところのさ、こうなんかなの？高いんだ。あ、富士山ってもうふもとから高いのか。そりゃそうか。え、どういうこと？全然分かってない。ふもとってことはさ、なんか下とかじゃないんだ。もうなんか、え、高い場所にあ、ん？ふもとってことはさ、下じゃないの？こうなってるとこのここら辺ってこと？だからちょっと高いってこと？下の方だけどもう富士山にはいるんだ。そういうことか。てか富士山ってどこからが富士山なんだろうね。山梨県はそもそも標高が高いと思っててもいいかも。難しい。真っ平らじゃないか。もう山梨がもうポコってしてるってこと？広い山の中心部に富士山があるって感じ。わあ、分かりやすい。なるほどね。いろんなこうあって中心部にあるからもうちょっと高いんだ。分かった、今分かった。なるほどね、なるほどなるほど、すごい。今また麦茶を取ろうとした。酸素薄いからいつもよりダンスきついかも。大変じゃん。
大変だ。HKT はそういう訓練してないの？してないね。酸素薄いとこでレッスンとかしてないな。初めての経験だ。じゃあ頑張ります。1曲目からギアを上げすぎないようにしなきゃね。倒れたら元も子もないのでね。スタバのタンブラーみたいな買ったら、あ、ビビアンがよく買ってるやつ。マリアも買おうかな、それ。肺活量のトレーニングなんで、あんまり肺活量欲しいから嬉しいかも。ビビアンとメイク交換したことありませんか？ビビアンとはないね。まあ言えるとしかない、メイク交換は。筋トレまた再開してるの？再開してます。最近また筋トレをやり始めました。えらい。マーサンタンブラーあるじゃん。そう、タンブラーあるんだけど、あの蓋がなくて、さっきあの落としてこぼしたんです。結構大量の麦茶を。でスイッチにもかかって、お気に入りのポーチにもかかって、メイクポーチにもかかったの。博多駅にティー専門スタバあるから気になる。わかる。でもめっちゃ並んでるらしいよ。めちゃくちゃ並んでるらしい。ママが2回ぐらい行ったんだけど。1回か。ママ1回？もう寝ちゃったか。ん？ 2 回？ママ1回、あのメイクさんが2回ぐらい行ったって言ったんだけど、どっちも混んでて行けなかったって言ってた。マリアも行ってみたい。明日髪型どうしよっかな。ツインテールしよっかな。マリアはフェスは全部ツインテールにしていこうかなって思ってるの。どう思う、みんな。19歳、20歳になるまでツインテールしまくろうと思ってるの。この前宗像でさ、下ろしてたらさ、もう暑くて暑くてさ、盗んじゃおうかなって思ったもん。なあ、しかも夏って感じするよね、ツインテール。へすって感じしない？見てしまって、どっちがマリアに近い？どっちかな。今思い返してるのは上手だけど、上手？上手の方が多いけど、ステージから見て上手ね、こっち側が多いけど、でまあ B さんはこっちだよねって感じですね。どうだろう。でもこっちが多いかな。こっちの曲、上手側の曲の方が多いです。でも2曲ぐらいしかないと思う、下手。 B さんも合わせて。ステージから見て上手はどっちだろう。あ、ステージに立ってる自分から見て上手だから、こう客席だとこの右手側ですね。マリアが今ステージに立ってるとして、こう客席を見た時からこっちが多い、上手が多い。でもお客さんの立場だと下手。あ、でもな、 B さんが見たい方は下手かな。あ、でも上手でいいと思
それは神手とは言わんよ。嘘。どちらから見ても神手は神手。嘘。だってこっちが客席でマリアが今ステージに立ってるとしたら、こっちが神手じゃないですか。でもこうやってマリアがステージに立っててお客さん側になるとこうなるから下手になる。難しい。まやちゃんわかんない。客席から見て右が上手。あ、そうなの。マリアそれ知らなかったや。じゃあ客席から見たら右が下上手になるんだ。じゃあ上手です。マリアは右手の時が下手って教わってたから知らなかった。ファンの人目線分かってなかったや。持ち上げない。でもまあ真ん中ら、うん、でもわかんない。ちょっと確認していい？まやちゃん確認するわ。ちゃんとみんなに見てほしいからね。音は出ないようにするので確認します。あ、でもあ、やばい、下手もあるかも。待ってね、じゃあ多い方にするわ。あれ、下手の方が多いかもしれない。あれれれちょっと待ってね。あ、こっちも下手だ。あー、若干神手か。こっちはあー、こっち神手やな。神手。は難しい。上手が5曲の下手が4曲ぐらい。わかんない。でも上手の方がちょっと多いかな。わかんない、曲数が合ってるかもわかんないな。上手が2曲違うな。わかんない、どっちでもいいかも。難しいわ。どっちもどっちだった。お好きな方をご覧ください。マリアのおすすめは、うん、こっちの曲の上手のマリアを見てほしいし、こっちの曲の下手のマリアを見てほしいと思っちゃうので、お好きな方をご覧ください。分かんない、確認できてない曲もあるかも。あると思う。マリア多分今パパパパーってあの投資動画をパパパーって見ただけだったので。まあ楽しいので体が2つあればって感じだね。そうだね、体が2つあればどっちもいけたんだけどね。逆になんかさ、ちょっと上手寄りの真ん中らへんとかだったらどっちも見れるかもね。ちょっと下手寄りの真ん中らへんとかだったらで難しいね。それは難しいね、ちょっとね。
でもまあ上手でも下手でも多分楽しめます。でも若干上手の割合が多いかなぐらいですね。楽しみ、明日雨、大雨にならなければいいですね。長い時間の移動もあったりするので。美味しいご飯食べれたらいいな、山梨の。なんか富士山ならわで、ならではのご飯あるのかな。マリアちゃん、若干っていう言葉使える？使えます、若干は。若干は使えました。でも今日知らないこと2個今日分かったので勉強になりました。ファンの人から見たらステージ側しか知らなかったから、マリアもうずっと右下、右手が下手、右下右下って調べ、思ってたから。何か乾燥するな。やばい、ポーチ濡れてるの忘れてた。今めっちゃポーチ触ったら濡れてた。タバー立っとるよ、マジ？あらま、 HKT タワーが立ってるよ。スージェさん今日は誕生日だって。わ、おめでたい、おめでたい。台湾語で誕生日おめでとうってなんて言うんだっけな。スージェさん、ありがたわです。お誕生日おめでとうございます。HKT って書いてある、しかも見て、ハッピーバースデーですね。スージェさん、ハッピーバースデー。すごい、 HKT のタワーあるんだ。 HKT の日なの今日。知らなかった。今日は HKT の日らしいよ。だから HKT のタワーがあるんだ。あ、だからハートも黒とかがあるの。なんか黒いハートがいっぱいあるなって思ってた。なるほどね。あとなんか海の仲間たちみたいなさ、ギフトもいっぱいありますね。人手が今来た。人手とかさ、チンアナゴとか。あ、たこ焼きも真っ黒だ。このなんだっけ、タツノオトシゴもある。タコか、たこ焼きじゃなかった。もうお腹空きすぎてタコもたこ焼きに調理しちゃいました。タコのギフトも。たこ焼きパーティーしたいな。たこ焼きパーティーって楽しくないですか。ちょっと前に、結構前か、ちょっと前に夏青ハウスでなっちゃんと葵ちゃんとリコちゃんとゆきちゃんとマリアでたこ焼きパーティーしたんですよ。その時マリアめっちゃ食べた。もうほぼ最後マリアのために焼いてくれてたんじゃないかってぐらいめっちゃ食べた。しかもたこパ、たこパの時にそのたこだけじゃなくてたこと
ウインナーとチーズみたいな、もう3種類ぐらい全部バッて入れて、なんかいろんな味がして美味しかった。マリア今肉じゃががめちゃめちゃ食べたくて、いろんな人に肉じゃが作ってって言ってる。ビビアンが肉じゃが上手らしくて、ビビアンの肉じゃがを早く食べに行きたい。しかもたこ焼きパーティーの時にみんなでこうお買い物に行ったんですよ。その時にユキちゃんとマリアだけアイス買ってた。でマリア初めてその時にあのノンアルの柚子ソーダみたいなの飲んだんですよ。で柚子ってまあ苦手意識あったの昔で、もめっちゃ美味しかった。しかもいつもそういう場の時にそのマリア、その花ちゃんとビビアンとマリアの時もマリアだけお酒飲めないです、飲めないじゃないですか。だからみんななんかそういう時に缶のちゃんとお酒に、お酒って缶じゃないですか、だから缶のジュースを買ってくれるんですよ。優しくないですか。マリアも仲間外れなんないに缶なの、ちゃんと。花ちゃんいつも缶のコーラとか買ってきてくれる、あとレモンソーダみたいなさ。でもマリアももうあと1年ちょっとで20歳ですからね。やばーい、20歳になっちゃうよー。今村チルドレンにユキちゃんを入れようって、そんなことはできません。マリアはユキちゃんチルドレンです。最近ユキちゃんと、あでもこの前ご飯行ったや、そんなことなかった。ゆきちゃんがさ、こうお仕事の関係で目とかに出れない期間があったじゃないですか。もう寂しかった。でもゆきちゃんと行きたいとこがあるんですけど、マリアとユキちゃんって食べる量がもうほんと一緒ぐらいなんです。でマリアって結構食べるから、その一人だけ食べる量が違くて、うわマリアめっちゃ食べるなって思うのがあんま好きじゃないんです。でもね、でも結構人に合わせれるんですけど、すぐお腹いっぱいになる時もあるんだけど、もうユキちゃんとねご飯行くとねもうめっちゃ食べれる。だからマリアユキちゃんとあのなんかさ、あのホテルじゃないけど旅館のさ、なんかテーブルいっぱいにご飯出てくるじゃないですか、旅館って。そういうとこにゆきちゃんと行きたいなって思ったんだ。一昨日ぐらいになんか旅館でなんか撮影してる YouTube の動画かなんか見て、うわ行きたいって思ったんだ。だから今度ゆきちゃんに言ってみます。でもね、ゆきちゃんとはね、あの太宰府の食べ歩きを行きたくて、ゆきちゃんが太宰府詳しいらしくて、マリア太宰府ねほんと片手で数えれるぐらいしか行ったことないんですよ。5回ぐらい4回ぐらい3、4、5回ぐらいしか行ったことなくて、全然どこでご飯食べれるかとかもうあんま分かってないので、今度ゆきちゃんに太宰府に連れてってもらえる。昨日からイケアでスイーツ食べ放題800円だよ、マジで。
スイーツ食べたい。太宰府はお餅食べないと。マリアの粘り気が強いお餅だと矯正が取れちゃうからな。でもお餅大好きでさ、あともう1年半とか2年ぐらいお餅食べれないって思ったら寂しい。たまに食べるけどね、なんか硬そうなお餅とかよく食べる。シモノチル、ピーチル、ラブタンチル、ウエチル、リコチル、ナツチル。マリアどんだけ兼任してあれあれ、いろんな人兼任してんのバレちゃうよ。来週お好み焼き食べ放題食べに行きますよ。お好み焼きってさ、結構お腹にたまるよね。6期生と話せてる。6期生までうららちゃんとぐらいしか話せてない。まだでもうららちゃんみんなと仲いいみたい。プロテインって流行ってるの分かんない。プロテイン飲んだことないや。もんじゃ焼きも食べたい。この前久々にもんじゃ食べて、ゆうきとくるたんともんじゃ食べに行ったんですけど、もうマリアほんとなんか2年ぐらいもんじゃ食べたいと思ってて、もう本当に念願のもんじゃ食べれたんですこの前。めっちゃ美味しかった。目がかゆい。明太もちチーズもんじゃみたいな食べたらめっちゃ美味しかった。そう、福岡ってさ、あんまもんじゃなくない？そんなことないのかな。もうねめっちゃ美味しかったけど、マリア本当にね、あの焼肉とかもそうなんですけど、本当にあの何もしないんですよ。しようと思ってるんだけど食べることに集中とかしちゃうの。だからゆきちゃんとりこちゃんと二人きりで焼肉に行ったことあるんですけど、気づいたらリコちゃんもユキちゃんも焼いてて、あやばいまたやっちまってるって思ったんだけど、もんじゃ行った時もクルタンとイブキがもんじゃ作ってくれました。マリアほんとね待つ係としてもう育ってきちゃったので、あのもんじゃの焼き方も焼肉の焼き方も覚えていきたいと思います。リコちゃんとね2回焼肉行ったことあるの、2人で。で1回の時にうわマリア全然焼いてないわと思って反省したんだけど、気づいたらもうリコちゃんが全部焼いてくれてた。2回目もマリア食べるだけ。トング2個あるんだよ。だってさ4人とかだったらさトング2個しかないからさ、焼かない人が出てくるのもしょうがないじゃないですか。でもさ2人で焼いた時ってさトング2個でさもうほぼ自分用のトングあるのにさ焼いてなかった。そう、気づいたらゆきちゃんもりこちゃんも焼いてくれてたの。だから今度からマリア焼くのに専念する。だグリーンでご飯行ってグリーンでご飯行った時もなんかビビンバとかも頼んだんです。焼肉行ったんだけど、ビビンバ混ぜてくれるのも3つぐらいビビンバ頼んだのに3つ全部クリーナちゃんが混ぜてくれてたもんね。もうクリーナちゃんお姉ちゃんすぎてもうすごい、みん全部やってくれた。甘えてしまいました。クリナちゃんが全部の、しか
かも。なんか何だったっけな、1回目はクリスマス会で、クリスマス会だったっけ、1回目、クリスマス会かなんかでもつ鍋に行ったんですよ、グリーンで。その時ももうクリナちゃんがたくさんついてくれたしで2回目行った時はクリスマス会はね、みんなで 何円かの値段を決めてクリスマスプレゼント交換会したんですよ。で2回目は500円かな、500円でお菓子、おすすめのお菓子を交換する会をしたんですよ、グリーンで2回目は。でそれのためなんか記念に動画を撮ってたの。その動画の中でめっちゃクリナちゃんが、あのクリナちゃんだったかな、クリナちゃんかマイちゃんがめっちゃビビンバ混ぜててうわこんなにこんなに混ぜてくれてたんだってそこで思いました。全然気づかなかった、もうなんか混ぜて出てくるもんだと思ってたぐらい綺麗に混ざった状態でマリアたちの手元に来たので、その動画を撮ってた時にパッとなんか後ろの方でビビンバを混ぜてたんですよで、えこんなに混ぜてくれてたのって思いました。ありがとうございますクリナちゃん、本当にマリアはできる女になりたいから、今度からサラダとかも取り分ける係とかしたいねとか言って多分待っちゃうんだろうな。ママと行った時はマリアがめっちゃ焼くかも。あれママも焼くね。うん？そう、ママと行く時だけ唯一マリアが焼きます。ビビンバとか来てもマリアが混ぜる。あでもマリアユッケは、ユッケは自分で混ぜるいつも。この前じゃないよ、だからユッケはいつもユッケ担当なのか、いつもユッケは混ぜさせてもらってますね。ユッケぐらいはと思って混ぜる。で確かママの時はマリアが焼いてるね。あママお肉焼けてるよってママのママのお皿に置くもんね、マリア。溜まってきてるよ、肉って言って。マリアの舌が痛くから大丈夫だ。やめてよ。そう、でもいつもママの、ママのところがマリアになってます、メンバーとかといると。ママもやってる方でマリアもやってる方で2人揃ったらマリアの方がやってたんだねそうなんだよね。お腹空いてきたねみんな。マリアさ、すき焼きみたいな味のついた焼肉でさ、なんか生卵にして食べるのがすっごい好きでさ、てかすき焼き食べたいな。てかすき焼きってさ、あんま食べれる場所なくないですか。今から何か食べちゃう、マリア食べちゃうかもってぐらいお腹空いちゃった。なんならデザートとかつけたいぐらいお腹空いた結構な好きぐらいなんかすき焼き専門店とかあったらマリア本当にもう通うんだけどな。冬の時期になると弥生県であるのが分かる。弥生県のすき焼き大好き。うどんもついてるから最高だよね。めっちゃすき焼き食べたい今。弥生県ザクすき焼き出してくれないかな。今から餃子焼きます。だっていいな、餃子いいな、食べたいな。
江戸県行ったことない、おすすめある。江戸県はマリアも生姜焼きと卵焼きが大好きです。毎回それ頼む。毎日アイスクリーム5個くらい食べてる。大丈夫、お腹壊してないですか。マリアはもうすぐ壊しちゃうから。でも1日2個ぐらいまでは食べたことあります。あの昼夜で。もう10時半やで。ほんとやん。ここら辺にしますか。ラビリンス始まる前にもう一回配信できたらいいんですね。28日からなので、ラビリンス、ラビリンスっていうゲームがあるんですけども、そちらで CM 選抜リクエスト祭りというものが開催されるのでね、結構長い期間ですよね。1ヶ月ぐらいある。大変だ。でオリジナル楽曲ってもらえる機会もどんどん減ってきちゃってるので、欲しいですね。1ヶ月間だ。1ヶ月大変だ。無理や、無理だけはしないことをみんなで約束しましょう。無理やも全力で頑張りますので。そう、アイアライブがね最高に楽しかったんだよね。なので28日の前にショールームできたらします。ということで、明日は山中湖なので山中湖で会いましょう。配信来れない方はぜひ配信見てください。1時間も夜の時間に見てくれてありがとうございました。麦茶は乾いたかな。わ、乾きました。麦茶配信してる間に麦茶乾きました。明日来る方は寒さ対策とかバッチリでお願いします。ということで、バイバーイ。あのランキング読むの忘れちゃいました。今元のやつをスクショしたので読ませていただきますね。もうちょっと人が集まったら大丈夫かな。スクショしました。しっかりしっかりランキング、さっきの配信のランキングをスクショしましたので、みんな来てくれるかな。うん、1位の方来てくれた。よかった。ランキングをちょっと読むの忘れまして、ちょっと配信を再開してみました大丈夫かな。切った瞬間にあれみたいな、ママ配信、ママが配信ランキングみたいな感じで、もう切るボタンを押した後に、でもすぐスクショしましたので、もうここにしっかりと今残っていますので、読ませていただきます。もうちょっと経ったらびっくりしちゃった。もし届いてなくてランキング読まれなかったって言ってた方がいたら、ぜひ読んでましたって言ってくださると嬉しいです。すいません、すぐ切っちゃったよ。
腹空いちゃったからすぐ行っちゃったよ。たまにあるよね、あんまり何回かあるよね、配信のさランキング読み合わせちゃったかも。読ませていただきますね。さっきの配信のランキングを読ませていただきます。13位、ヒデさん。12位、ヨシヒロさん。11位、はしもっちゃん。いるかな、みんな大丈夫かな。10位、大くん。9位、スガピンさん。8位、ゆいなちゃん。ゆいなだよかな。7位、たくまバシバシさん。6位、うちてつさん。5位、のんり111さん。いるかな、大丈夫かな。今何まで読んだ。4位、シーバマサヒロさん。3位、神崎正和さん。2位、アスカさん。1位、スージェイさん、お誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー。ということで、あのランキング読み忘れたので、あの秒で配信を始めさせていただきましたが、ぜひ明日楽しみましょう。短い時間だけどありがとうございました。またね、バイバーイ。